サッカーをもっと楽しく見るためにミルクサッカーアカデミー、ミルアカ井上真でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。さあ今日も授業お願いします。こちらですね、ドン。新企画、週刊立花田健人。週刊立花だと。はい、はい、いうことですね。はい、ミルワカではいろんなレビューやったりだとか、まあ、ミルッキングというね、今週優れた方々をこうお伝えするみたいな、うん、あまりにすごいということで先生がねやるやるって言ってるやつですね。はい、そうなんでございます、うん、何がすごいかっていうところ、はい、ということで今回第1回はですね、はい、先日行われました、うん、第4節かなの名古屋グランパス戦での、はい、立花田健人選手の凄さっていうところをお伝えしていきたいと思います。何すごいか早速見ていきましょう、はい、うん、ちなみにですね、はい、なんか今年すでにもデータ出てるんですけど、まあ、さ皆さん、うんうん、J リーグ全体がですね、やっぱり歴代ワーストの得点なんだそうです。ワースト入ってない、はい、うん、得点が入ってない、歴代一番入ってない、はい、でそれはだからプレスしてるチームが強いって形になってるんですけど、はいはい、多分もしかすると一番最初にそのプレスに対する回答を作るのは、うん、ケント立花だったと思います。どういうことなんでしょうか。はい、ってことを今日は話していきたいでございます。 まずはこちらご覧いただきましょう。ドン、出た、うん、はい、こちらがまずはね、はあはあ、川崎と名古屋のスタメンでございますと。はい、まあ、立花田選手はだからね、うん、一応皆さんのためにもっていうところで言うと、うん、やっぱりこのアンカーのポジションをやっているというところでございます。はいはい、で、相手の名古屋に関してが、うん、まあ、こういう形の、まあ、4-2-1-3、はい、まあ、宮原、中谷、藤井、吉田豊っていう4バック。うん、ツーボランチに稲垣、レオシルバ、うん、トップ下に先頭ケアがいて、右相馬、左にマテウス、うん、ワントップに坂井のリルス。まあ、先日第4節12日土曜日の試合ですね。そうなんです。1-0、川崎が下したという試合ですけど、はい、はい。これフォーメーション次第では、例えば、うん、立花田選手が、いわゆる、こう、フリーになるような、例えばね、こう、相手が、こう、4-1-2-3だとか、うん、こう、なんか真ん中の選手も下がるような、こう、4-3-3みたいな形だったら、うん、これ立花田選手絶対フリーじゃないですか。はい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 。だったら、こう、活躍するってことも、まあね、わからなくはない、なんだけど、うん、こうやって、監視官が目の前にいる状態にもかかわらず、もうスポーツ講師さんとかでは、横にね、立花田だってこう並べるような。なんかね、もう5人いたぐらいの活躍をしたというね、ことを言ってる方が多いですけど、はい。そうなんですよ。はい。ってことで、じゃあまずは、プレーのその動きのところとかもそうなんですけど、はい、立花田くんがじゃあ名古屋戦いかにすごかったかってことを、やっぱり見るわかなんで、まずデータでまず知ってもらおうかなと。なるほど。それは興味深い。はい、ということで、まずは、はい、データ持ってまいりました。はい、こちらでございます。お願いします。右側ご覧ください。はい。はい、こちら。うん、まあ、いろんなデータ持ってきてもいいんですけど、ですね、はい、試合内でトップだった項目だけでこれだけあるよ、うん、はあ、トップなんだ、これ全部。そう。それだけでも。出場したが30人ぐらいの中でトップなんですよね。まあ、出場時間フルタイムってのは、まあ、わかりうるところでも、うん、まずその次ですね。出る勝率。はい。史上性のデュエル。はい、11戦で9勝してるって、この最多勝もそうだし、うん、勝率のところも 80% 超えと、はい、デュエルって1対1だから基本は、はい、50% ぐらいでもう9大点なんですよ。うん、80% って、すごい、とんでもないですね、うん、で守備のデュエルに関しても9戦7勝勝率、77.78%、 これもトップでございます、うん、そしてそれ以外にもタックルで、ね、最多のボール奪ったりだとか、そんなガチガチデュエルだとかタックルとかやってるにもかかわらずファウルゼロ、うん、おー、素晴らしいね。そうなんですよ。で、じゃあ守備だけやってたら、まあそれぐらいは起こるんじゃないのって思われる方にも、うん、チャンスを作った数、試合内トップ2回、うんうん、そしてあとはボールがこう点々とどっか行っちゃうことあるじゃないですか、うん、というフリーボールを回収した数も12回でトップ、うん、なるほどね、うん、はい、で他にもまあ、デュエルしたりだとか、なんだかね、いわゆるセカンドボールですね、うん、を回収した数も13回でトップだったりだとか、うん、あとはパスとかタックルとか、そのデュエルだとか、その試合内のそのタッチ数とか、球際に関与した合計の数のことを総アクション数って言ったりするんですけど、このアクションの合計数、そもそものアクションした数、うん、そしてその成功率、うん、いずれも全部トップ。うん、で、なんとこの率に関してが1で 94.39% で出てるんですけど、うん、なるほどね。うん、2位の谷口さんでも 87%。で、ボランチだったら大体 70% 程度なので、なるほど、25% も上ってちょっととんでもないっすよ。いろいろやりまくって仕掛けまくって全部成功してるってことね、ほぼほぼ。そういうことなんです。で、クリーンであり、うん、で攻撃にも参画できると。はー、でデータでは単純なスタッツだったらこれだけでも相当すごいんですけど、うん、やっぱりこう試合内見ててもありえないなっていう風に見られるのが、うん、その下ですね。もうじゃあボール奪ってる位置が例えば自分たちのペナルティーエリアぐらいだったらまあわかるっていうのがあるんですが、うん、カバーしてる範囲がえげつないんですよ。うん、もう、お互いのペナルティーエリア以外のところは全部立花田のゾーンみたいな状態になっていて、
カバー範囲ですね。相手のアタッキングサードのところでね、いわゆるボールダッシュしたりだとか、あとはボールダッシュを自陣でやった後に急にね、もうあのゾーンをなんか40メートルぐらいの縦パスギュンと出したりだとか、あと味方のビルドアップの関しての、あの出口になったりだとか、あとはパスで困ってそうな味方のところに素早く行ってはサポートするとか、もうそんなところ全部すごいんだね。そうなんでございます。なんでこんな急にすごくなっちゃったんですかね。まあ去年から確かにその片鱗はあったなっていうところはあるんですが、あのちょっとありえないなって思うものがいくつかあったので、今回その名古屋戦でちょっとプレイのね、モードをちょっとで、図解化してみますので、それでちょっと何個か見ていただければと思います。すごいな、わかりましたよ。はい。ってことでじゃあまず一つ目、はい。こんなことやってました、立花田くん。ドン。一つ目でございます。はい。視覚優位で得る選択肢と書かせていただきました。これあの具体的な分数はちょっと言わなくてもいいかなと思っているんですが、川崎フロンターレがビルドアップする瞬間の時、いずれもこんなことがあったよって話を今からしていきます。はいはいはい。はい。まあその中でちょっと特徴的なシーン持ってきたんですけど、普通これ真ん中に立花田選手いますけど、普通今谷口選手がボール持ってるってなって、相手の小坂井選手がこう来たよとか、相方の山村選手の方には先頭選手が来たよっていう風になったら、今2対2のセンターバックの状態があるので、立花田選手はこう間にね、こう後ろにこうスルスルスルーンとこう入ってきて、ディフェンスのところでこう3対2を作るなんてことも、まあ、これが一つのスタンダードだったりするんですよね。で、誰かそれで空いた選手が前にパスを出せばいいっていう。なんだけど、そういうことしないで立花田選手やってたのが、あのこの真ん中に来るんじゃなくて、なんならもしか例えば谷口選手と佐々木選手のこの間とかに来るわけでもなく、違う、なんと来たのが、例えば酒井裏、これ谷口からボール出ないじゃん、おかしいですよね。ただこの瞬間になった時に酒井選手、もしくはあの仙藤選手の裏とかもあったんですけど、なんか酒井選手やや怯えるんです、はい、何が起こるかというと、多分誰かが来たなって察知はしたんですよね、酒井選手って、はい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 。でもそうすると、この立花選手がまあ後ろに来ましたってなったら、まあ、この後直後、後ろに入られた、じゃあこれ左に来るか、右に来るかなんてこと分からないですよね。酒井選手にとっては真裏にいるから。なので、どうやって消せばいいか分からなくなっちゃうんですよ。で、多分おそらくそれを狙ってるんですよ、立花選手としても。で、一回酒井選手がこっち側にスッとこう、ずれたなと思ったら、立花選手は逆を取って、パスを入れるとか。自分を消すということですね、酒井。視界に入ることでね。そうなんです。忍者だ、忍者。忍者なんですよ。あともう一個こんな動き、なかなかこれ、おかしいよなってところ、もう一個ありまして。違和感で先生はそう思ったわけね。そうなんです。で、酒井先生結構キョロキョロとして、あれみたいな感じの顔されてるから、可能性はあるのかな。そんなテクニックがあるんですね、サッカーには。そうですね。はい、あと逆に立花田選手が仕掛けるって方法もあるんですよ。もし立花田選手がこう裏に一回入った後、こうあえてこっち側にスッとこう出てきたら、はい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 、あ、ボールもらいたいんだなって思うから、酒井選手は、立花田へのパスコースを消しに行かなきゃいけない。当然ね、セオリーでは。でもそうすると、先ほどまでは谷口選手の目の前にいた酒井選手、あれ谷口から、あれ佐々木朝日へのパスコースが完全に空いちゃうんですよ。で、パスできた。で、そうすると酒井選手、あ、やばいってんで、絶対こう人間の心理としてこう、こっち側に戻っちゃうんですよね。逆サイドに。はい、すると、今度佐々木選手は目の前に相馬選手いるんだけど、この立花選手も戻ってって、そこで自分がもらってっていうことで、先ほどは谷口選手の目の前に酒井選手いた時であったけど、これで自分の目の前にっていうところで一列ボールを上げることができるということがずっと行われていたっていうのが。二手先の予想をまず予備動作で作り出したスペース、時間。そうなんですよ。ということなんですね。そうなんです。狙って。そうなんです。で、特にこれ左サイドで行われていた時っていうのがちょっと面白くて、もう、家永選手なんかも、チャナティップ選手あたりまで来たりだとか、もしくは脇坂選手がなんならアンカーみたいなこのボランチの位置まで落ちてきたりだとかするんですよ。でもそうすると、うまい具合に相手のディフェンスの配置ももうこんな感じの見た感じの構図になっていて、で、立花だから脇坂から家永にと見せかけてそこスルーして、ダミアンまでスルーボールを通してそこからシュートまで持っていくだとかってことがかなりの確率で起こっていたってのがありました。起点になってるってことですね。そうですね。なんで、ビルドアップの時に、もう必ずしも相手の味方のサポートに行くんじゃなくて、相手の背後に立つ、死角に立つことで、死角優位を得ることで、いろんな選択肢を得ているということがありました。
すごいですね。なかなか今までのセオリーに反してるかと思います。そして続いて今度こちらでございます。クッショニスタ。はい、勝手な名前つけましたけど。クッション。はい。これいろんな実況の中で、この名古屋戦は確か桑原学さんが実況担当だったからと思いますが、はいはいはい、あと解説の中田浩二さん含めて、うん、クッションみたいな位置にいるよねっていう、そんな発言がたくさんあったんですよ。まあ何かって言われたら、いわゆる、はい、味方の選手のサポートの位置にいたりだとか、あとパスをどうやってでもこう受けやすい位置にいたりするよねっていうところで、があったりするんですね、はいはいはい。で、まさにこのシーン34分ぐらいかなのシーンだったりするんですけど、うん、やっぱり立花だやべえよってことが分かって、うん、こんな感じでこう、酒井選手、仙藤選手、稲垣選手、相馬選手みたいな、4人にこう、ある意味この四角形作られてこう、なんだろう、守られちゃうみたいな場所があったりしたんですよ。うん、でも、そうすると、もともとボールを引き出すためにサポートに行くだけじゃなくて、うん、これで1対4みたいな構図を立花田くんが勝手に作った場合って、うん、味方の選手めちゃくちゃ飽きますよね。うんうん、もうこうなってくる。まあ、そうですよね。うん。はい。なんで、サポートに動いたりもそうだし、相手の嫌がるような、このね、ど真ん中の位置、誰がマークにつけばいいかわからない位置みたいなところに、あえて入り込んでったりだとかすることによって、うん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 、味方の他の選手の、スペースを空けたりだとかってことが起こりました。うんうん、確かこの瞬間はね、起こったのがまさに立花選手がこの赤のゾーンに入っていった後、うん、なんか真ん中にスルッと動こうとするんですよね。うん、で、それに気づいた酒井選手もこの外側に出たりだとか、中に入ってきたり、稲垣選手も中に入ったりすることによって、うん、で、家長選手が右からスルスルスルッと左来るんですよ。うん、すると、谷口から家長のこのコースが開くっていうね。ま、うん、っすぐ直線上がとか、うん。そんな感じのことを立花選手はずっとやっていたってことがありましたと。うん。うんこんな感じの連続のことをやっていたと。で、最後にちょっと守備の話もラストに1個入れていこうと思うんですけど、はい、このシーンの直後の話でございます。うん、状況判断&予測の鬼ということで。鬼。はい。先ほど言った通り、立花選手は、このシーンで右側にずれることによって、相手の選手たちもずらした後、まあね、ボールが結局左サイドを通って、最終的にはこのダミアン選手のところに行くってところがありました。うんうんで、そのダミアン選手についていったのが吉田豊選手で、ってので、最終的な構図はこんな感じになります、うんここで吉田豊選手がボールを奪うことになるんですけど、ダミアンがシュートを打つかどうかとか、吉田豊がボールを奪うかどうか、それに限らず、もうそんなこと関わらず、立花田選手、猛然と右サイドにダッシュしてるんです、その瞬間に。うん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 、何が起こるかなんて全然わからない。はいはいはい。ただ次の瞬間、吉田選手がダミアン選手からボールを奪って、縦にパス出すんですよ。おそらくはレオシルバ選手かマテウス選手かそこら辺にパス出したかったんだと思うんですけど、うん、そこを立花選手がボール回収してるんですよ。秋田橋ですね。2枚になることで。そうそう、うん、ここら辺にいることによってと。リスク回避をもうあれだ、先読みしてたってことですね。おそらくね、うん、奪われる可能性があるから、俺がそこまで走っておけばボール奪えるでしょ、うん、みたいな感じだと思うんですけど、うん、そんなことが起こっていたと。で、こういうことがもう今まで話したもの、まあ3つだけです。予測の鬼。なるほど。うんこういうことが90分間ずっと行われていたと。なので、立花だっていう状態だったんだろうなというでもね。うん、ありました。ということでございます。で、去年もさっき冒頭でね、まさかなんで急にこんなことになってお話もされてたんですか。はいはい。去年の後半戦 ACL 終わった後とかでもね、うん、スタメンになってからめちゃくちゃ守備すごかったのあったんですが、うん、今年が去年の倍なんですよ、各数値が。タックルの成功数とか、はいはいはい、すごいですね、うん、なんで去年でもいわゆる J1 の中でもトップクラスでしたが、ちょっともうそれの倍いっちゃってるので、このまま続くんであれば MVP 間違いなしみたいなところまで来てしまってるかもしれません、うんうん、潰し屋系が J の覇権を取るってちょっと新しい試みになる。いやいいですね、本当ですね、そこが注目されるっていうのが、うんそうですね、うん。この動画はちょっとね、木曜日ぐらいに出てるかなと思うんで、うん、まあ代表に入ってたかどうかとかまだわからないですけれども、まあいつかね、入ってくる選手、まあそんなにしないうちにすぐ入ってくる選手だと思うので、うん、皆さんこの立花選手のご近所注目していただけたらと思います。協会大注目ですね、今ね。ですね。ええ。ということでございました。またお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで、立花選手、今ここがすごいんだよっていうのをいただきました。ビルワカ、いろんなテーマで毎日やってます。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンで応援していただけると、涙ちょちょ切れちゃいます。よろしくお願いします。ありがとうございます。メンバーシップやってます。次回、概要欄からご覧ください。はい。ということでございまして、井上真でございました。ノーミルク佐藤でした。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは。